改めましてブルースジャンパーズのライブにありがとうございます。来年で10年、そうかもう10年経つのかっていう感じです。すごい嬉しいです。僕らはそうですね、僕とヤスがもともとドラマ、あるドラマの何でしょうね、私が役者で、ヤスが、音楽監督で、そこで出会って、そこから意気投合してヤスのライブに遊びに行ったりとかなんだかんだやってて、それで10年前にちょっとバンドやろうかって、すっごい長い時間をかけてねバンドやり始めたんだね。知り合ってから10年以上かけてじゃあやるみたいな。でもこんなこともあっていいんでしょうね。必ず飲みに行ったりご飯食べたら音楽の話ばっかりでね、ね、だったらバンドやろうか、バンドやろうかって。おでやすがけっちゃんとヤンジーと声をかけてくれて、ブルースジャンパーズが始まりました。僕らが一番最初に立った、さっきけっちゃんが言ってた持ち歌3曲ぐらいしかなかったのに僕が45分に喋り倒してたっていう、もうひどい本当最低なライブ。その初舞台とは言わないんだよね、初ステージが下北沢でした。下北沢の251というところで、いろんな対バンの人たちがねイベントでいっぱいこう15分刻みでこうやって入ってくんだけど、ジャンパーズってやーってやってうわーってやって、みんながこんな目で見てて、え、どうしたのかなって言ったらけっちゃんが、相島さん長すぎます思い起こせばあれから10年になろうとしてるわけです。そう、僕らは下北沢で始まったんだなっていう、今日は渋谷のライブハウスにいるんですけど、でその下北沢っていう街は相島にとっても実はすごい特別な街で、僕は演劇をやっています、今もやっているんですけども、下北沢という街でよく演劇やってました、舞台やってた若い頃、20代の頃、それが40過ぎて50手前でまた下北沢にいるんだななんて、そんな思いを込めて、作った歌です。聞いてください。下北沢のバラッド。下北で飲んだくれた禅が住んでた振り切り沿いのアパートにタブロゴって、ミンテでラーちゃん食ってトラブルピーチでロックを聴いて女の子を口説いた。駅前劇場で芝居をやった、いつか本田劇場に出たかった。出たかった。住みたかった家賃が高くて、探していたら笹塚に住んでた松田優作がレディジェンで飲んでた、江本明が自転車に乗ってた、河本ひろとに戦闘でブースを教わった、そんな下北が好きだった。好きだった下北沢、始まりの街、ここから始まる始まりの街、今もまた ここにいる。下北沢
後ろに彼女を乗せて二人で清志郎を大声で歌いながらゴルフで朝まで粘った芝居と音楽の話しかしなかった。彼女と別れた時本田劇場で芝居をしていた。僕は笹塚から引っ越した。風呂付きのアパートに下北沢始まりの街。ここから始まり始まりの街、今もまた ここにいる。下北沢の花火。